遠慮なくぶち殺してやるぜ、裏切り者野郎。あら、できるかしら。てっきりイタチ君が来るかと思ってたけど、あなたたちが暁からの追手というわけね。おめえはあいつが逃げねえように空から見張ってろ。ここでは俺に血の利がある。援護が欲しくなったらいつでも言ってくれよ。うん。三代目風影の力はてめえも知ってるな。あれが旦那の作品か。ええ、私いいと思ったものは取り入れる主義だから、少しいただいたの。うん、なんだと。あ、あっちのなんだ。あなたが殺した三代目風影よ。私が剣術を使って蘇らせた。サソリか、貴様よくもこの俺を。てめえ、今度は前のようにはいかぬぞ。さて、あなたのその一区別と私の剣術、どちらが上かしらね。砂鉄しぐれ。は砂が中に入ったら動きが止まるんでしょう。てめえが区別の公爵垂れるんじゃねえ。まだ。なんだ。これも一つの永遠の命。死なないの。死んでるけど。勝つ。永遠に私の手駒になるのよ。俺は三代目風影だぞ。ふざけるな。俺は駒じゃねえ。おやま、術が完全でなかったのかしら。喰らいやがれ。逃げんな。